山荘の問いならの解説をいたします。まずですね、デルタ部分ですね。そうですね。Y 回路ですね。変換します。そうしますと、R のですね、Y は3分の R のデルタ、こうなりますんで、3分の9イコール3オームなんですね。はい、そうしますと、1層分ですね。1層分のインピーダンスですね。はどうなるか言ったらですね、電源があって、ね。で、X が4オームですね。で、R が3オーム。で、これが200オームですね。はい。で、したがってですね、Z の Y はですね、3の次乗プラス4の次乗、5オームなんですね。で、よってですね、リアクタンですね。4オームですね。を、電流を、I1 ですね。と、I1 は200をですね、5で割ればよろしい。40Aですね。はい。この電流はですね、この電流が、デルタ負荷ですね。回路ですね。回路に、図面書いてみますとね、リアクタンスがあって、こうですね。こうなるわけですかね。こうなるわけです。で、ここをですね、ここを40アンペですね。流れてますね。まあ、ここは I です。これが I ですよ。ね。そうするとですね、I は、じゃあですね、I1 をですね、ルート3で割ればよろしい。これはルート3分の40アンペア。こうなりますね。はい。それからですね、消費電力いきましょうかね。消費電力ですね。スモール p にしましょうかね。キロワット。するとですね。スモール p は、i 次乗 r を割ることの10の30ですね。キロですからね。はい。そうすると、i はルート3分の40でしたですね。はい。それの次乗かけ9。なりますんで、これはですね、3分の
1600×9 を10の3乗で割ると、こうなりますんで、これ1でこれ3ですな。そうすると、4800ですね。10の3乗で割ります。そうすると、4.8 キロですね。割ると、こうなります。で、よってですね、P ですね。P は3倍のスモール P と。3×4.8 でですね、14.4、キロワットと。こうなります。さあ、それでね、ちょっと別回やってみます。これですね。これ線管電圧ですね。線管電圧は何本なのか言ったらですね、これは、E はですね、ルート3倍の送電圧ですね。こうなりますんで、これは、200ルート3ボルト。で、コサインシータですね。コサインシータは、Z 分の R ですから、Z は5オームで R は3オームですから、0.6 なんですね。はい。ということは、まあ、サインシータですね。サインシータは 0.8 なんですね。はい。そうすると S ですね。飛走電力は、ルート3倍の、200ルート3ですね。これ、線管電圧じゃないとダメですからね。それから、ですね。宣伝量なんですから。はい。まあ、これはですね、何本になるかだったら24キロですね。24キロ VA になります。はい。そうすると、消費電力 P はですね、S の、コサインシータになりますから、これは 24×0.6 でですね、14.4 キロワット。ここと同じ結果出ますよね。これね。はい。それで、まあ、無効電力ですね。無効電力も出してみます。無効電力ですね。これ Q ですね。そうすると、まずですね、一層分ですね。一層分の無効電力ですね。電力ですね。スモール Q ですね。キロバールにしましょうかね。と。はい。Q イコールですね。I 乗の X ですね。を、まあ、10の3で割ると。はい。そうすると、40の2乗かけ4を10の3乗で割ると。そうしますと、これはですね、6.4 ですね。キロバールと。こうなります。で、全体の Q ですね。これは3倍のスモール Q と。こうなりますんで、3×6.4 ですね。19.2 キロバール。こうなります。で、Q イコールですね。ルート3倍のVI サインシータですね。いうことはこれ、S かけ、サインシータになりまして、これ24かけですね、0.8 と、こうなりまして、これですもんですね、19.2キロバール。こういうことになります。あえてですね、ここでこの3倍を使う場合ですね、これですね。こういうふうに、一層分を出しといて3倍で全体を出すということと、それからですね、いわゆる、飛走ですね。飛走を出して、それに力率をかけて、消費電力を出すという方法ですね。ここも無効電力もですね、エイヤーでこうですね、線管電圧と、線電流ですね。出して、それにサインかけたもんで Q を出すという方法と、スモール Q を出しといて、それを3倍で出す方法。
え、あえてここでこう、列記しておきましたので、参考にしていただければありがたいと思います。